明けましておめでとうございます。本年も土曜でどうでしょう、よろしくお願い申し上げま す。ということでして、はい、はい、新年早々3人新年早々3人でございます、はい、1人、来てたんですけども早退しました。早退しました。ヤマトが、ヤマト君が、はい、しょうがないです。そうよ何で、で何の、ね、何を、すごいねあの時計ね、うん、ああすごい LED 的なやつ、うん、青い、すごいですね、青いデジタルな時計が、はい、かっこいい、はい、ねね、で平成最後のっていう、平成最後の、明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いいたしますってコメントが来てんのね。ああ、マニアックですね。あれですね、はい、これなんだ、画面変わって、画面変わってねえのか、わかんねえけど。で、でも、はい、多分ちゃんと言ってるよね。大丈夫ですか、ね、こっちの画面がおかしいだけでしょ。ウゴレさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本年もよろしくお願いします。お願いします。お、ウゴレさん、おめでとうございます。アサリさんがメジャーデビューしたそうで。あっ、よっ、やった、よっ。ね、ウゴレさんが追っかけてるね。ね。ね、演歌歌手、なんですか、わかんないんですけど、歌手、アーティスト、はい、メジャーデビューで、アサリさんという方がね、メジャーデビュー、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。やっ、いつかゲストで本当にこっち画面変わんないっすね。どうしたら更新されるんだろう。見えてますよ、よかったよかった、ありがとうございます。あ、コメントだけ出てるから大丈夫です、ね、ででです、自分たち映ってても恥ずかしいだけなんで、はい、そうですね。アサリさんはどこの曲、あれからどういうデビューしたのか、タイトル教えてください。塩釜の歌姫って言ってたよ。そう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 、そうなんですか。だからあの人この間あれでしょ、石巻行ったで、石巻まで行って夜行バスで帰ってきて、そうそうそう、朝4時とか5時に帰ってきて、そのまま仕事みたいな、わけわかんない、あのケツ割れるって言って、あれあのイオンモール石巻っていうのは、あのインター出てすぐ左のとこかい、横ちゃん。あ、そうだね。そうだね。だよね。そうだね。あ、懐かしい。はい。うん。今行かなくなったんですね。もう行かなくなりましたね。東北シリーズ行かなくなったんですよね。行かなくなりましたね。寂しいもんでございます。何やってたんですか、あの、相沢さんの自助伝みたいな。懐かしい。ここになんで言う、なんでよ、相沢さんのそんな塩釜桜がデビュー曲です。ああよ、はい、よ、ぜひ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 よろしくお伝えください。来年紅白を目指して、来年今年か。この番組も応援しております、ね、はい。紅白ね、うん、紅白ね、紅白、紅白、紅白見ましたね。見ました、見ました、見ました、見ました。見た？見ました。ね、今回は無事ギネス達成しまして、よかったですね。あの剣玉の。あ、そうなの、はい、あのね、はい、やってましたね。そこは見てない。大皿のね、ね、あの連続で124人、はい、あ、そう、ちゃんと成功しまして、何人知り合いが映ってたんだって、7、8人映ってたんですけど、そうなの、はい、やってましたね。ったな、はい、前回がね、はい、20なんかね、結構早い段階で間違いミスっちゃってね、もう企画がね、で NHK の人が何番目の人がミスりましたってツイッターで書いちゃって慌てて消したっていう。本当ですよ。いや、今回は無事達成しまして、ね、一定時間内にというか連続で124人、あの大皿というのに順番で載せるというので、あ、大皿って大きい、あのこっちは、はい、そうそう、ここでかいところですね、はい、それがギネス記録ということで、はい、なるほどね。そうなんです。なんかね、あれね、聞いたら最初の何人目までだったらやり直していいんだって。うん、ある程度いったらダメなんですか。そう、ある程度までいったらダメなんだけど、最初の何人目までだったらやり直して大丈夫よって規定があるらしいんだけど、はい、それを超えて去年ミスっちゃったから、それダメなんですか。それダメだったから、で今年は一発で成功したらしくて、なるほど、ね、
もうね、素晴らしいですね。あのユーミンは清水美智子だったんですか。ですか。あれはね、それは桑田佳祐とってことですか。うん、うん、ね、なんかそういう話になってるらしいんですけど、いや全然それの話題に紅白でそれしか知らないんですよ、見てないんで、ね、あと米津玄師を見たっていう、あ、うん、あれ良かったっすね、マジっすか、良かったっす、あの俺の知り合いがあの日に大塚美術館デートで行こうとしたら休館日って、ここ何年も三が日もやってたのにって言ったらそれかよっていうのが米津玄師、実はですね、体調不良になりまして、ああ、なんか書いてあったね、言ってましたね、ですね、ほんとやばくて、もう仕事だったわけですよ、はい、仕事の時も半分死んでまして、はい、仕事終わって帰って、はい、スーパーの駐車場でちょっと一休みしようっつって、はい、そのまま30分ぐらい寝ちゃって、はい、暖房かけたまま、はい、動かなきゃと思って動いて、はい、まあ縁起物だからじゃないけどそばを買って、はい、ちょっとおかずになりそうなものを買って、はい、帰ったわけですよ、はい、まあかき揚げ1枚が300円だあのお正月価格ってやつですね、エビ1本の方が安いんだ、わけわかんねえだろうと思いながら帰り、はい、でさあと思って、はい、ちょっとと思って食べて薬飲まなきゃと思って飲んで、そば、はい、食おうかなと思ったんだけど、もういやダメだって8時ぐらいにもう爆睡して元旦の朝8時ぐらいにそば食いました年越したそば年越したそば、年越したそば、はい、うん、はい、やられました、やられましたか、まだちょっと引きずってます、あそう、うちも年末は子供たちが一番下がまず最初にキラキラってなって映画見に行くって話だったのレインボーレインボーで映画見に行くって話でさ、仮面ライダー、はいはい、ね、でちょっと早く着いたからご飯を食べてから行こう、はい、でフードコートに入って、はい、でじゃあちょっと買いに行ってくるからここに座っててねっつって子供3人待たしてた、はいはい、で並んで買ってたら一番上が海君がキラキラになっちゃったどうしようってなって、っつって見に行ったら綺麗にキラキラになってたのよ、はい、いやマジかと思って軽くおでこ触ったら朝はそんなでもなかったのにすんごい暑いわけ、はいはい、いやダメだこれじゃあ話になんねっつって、はい、今日は帰ろう、はい、でもチケット控えしちゃってたからなんとか言って元に戻してもらってでまた別日に来ますと来ますと、はい、で分かりましたってなって戻ってで救急っていうか、まあ、すぐ病院行きましたよ、でいやインフルエンザではない、うん、なんだろうかっていう感じなの、はい、でとりあえずお薬飲まして安静にさせておいてくれって、はい、で2日で熱は回復、はい、だけどその2日後長男があ続いて、うん、40度やっちゃいましたね、ボーンと40度、はい、で俺も病院行ったっけインフルではな、はい、でとりあえずこの薬を飲ましてくれ、わかりました、でまた2日経って熱下がって今度その2日後が一番上40.6 度、あ K.5 うわー一番君が高いんだねっつってこれでギリギリ年末迎えられたかな、とりあえず29日にみんな治ったの、おギリ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 で見に行ったんですか、で見に行ったのは2日、はい、うん、お2日何見に行ったの、仮面ライダー、仮面ライダー面白かったっすよね。面白かったっすよね。たけるくんが出てきてね。もうね。たまんなかったっすね。たまんなかったね。あれは。たけるくんと佐藤たけるくん。はい。おお。電王が。涼太郎くんがね。涼太郎くんが出てきて。あれ一応ちゃんとでもダブルの二人にもオファー出したんですけどね。出してたみたいなんですよね。だけどもまあフィリップくんの方が2年先まで真っ黒だと。はい、でも CG で倒れるだから何とかなったと思うんですけどね。あのエンディングだけ、はい、エンディング見ました？見ました見ました見ました。唯一ダブルの2人だけエンディング動いたんですよね。ですよね。あれはちょっと感動しました。ちょっと感動しました。
それを嫁に行ったら何それうち家族全員で見に行ったんで、相沢さんがそれは大変でしたねと。ああ大変でした、 ありがとうございます。そうですね、ヨッシーって書いてあるのにみんな相沢さんとしか言わないもう名字で言っちゃうっていう。いや今回の面白かったっすよ。いや今回の面白かったっすよ、はい、いろいろ出たのもありますけど、はい、ちゃんとあれどっちだっけ、アギトだっけ、はい、クーガだっけ、あれどっちだっけ、カシューさんは、カシューさんはちゃんと声で出演って書いてありましたよ、ね、ちゃんと声出ましたね、テロップでみんな声出ましたね、出ました、よかったっす、みんな綺麗に全員は出てました、はい、全員出てました、はい、いや面白かった、面白かった、あれは面白かったっすよ、あれは面白かった、今回のは当たりっす、今回は当たりです、当たりっす、それは大変でしたね、はい、バーヨッシー、あ朝文字に並んでチケット買ってね、ああ俺あれ後でウォッチ付きのやつね、ウォッチ付きのやつ、あれ後で子供に怒られましたなんでうちはないのって怒られましたごめん行く気なかったって、てめえで並べって話ですね、並びましたね夫婦揃って、はい、いや相沢さんまだ正月休みですか相沢さんでもあれなんか仕事がどの頃って言ってなかったっけ、うん、でも相沢さんでも相沢さん一応大手、大手ですから、うん、日曜日まで休みじゃないですか、じゃないですか、うん、なんですかね、はい、きっちり仕事しましたけどね今日はね相沢さん呼べばよかったな、ああまた先月と同じこと言ってるわ、はい、相沢さんいつ、相沢さんは準レギュラーなんで来たかったら来てください、はい、勝手に来ていただければ来月は来てください、はい、来月再来月は、はい、もうね正月前でしょ、はい、それ正月か、うん正月明けてからね見に行ったのがね、で今日も正月明けはウルトラマンフェスティバル、今日も私は映画を見に行ってきました。何見たの、昨日から仕事始めなんだ、お大変だね、大変ですね、うちもですあそう、はい、うちも昨日から仕事始めて、俺まだなんだよね、マジっすか、ガシュはアギトです、アギトですね、アギトですね、はい、これは誰だ、名前が入ってないな、ヤマトだな多分違うかなヤマトじゃなかったとしたら誰なんだろうってなっちゃうな、トムさん見てないもんね、見てないもんね今度呼びますかいいね、あの人仕事忙しいからって一回拒否しましたからね、いや俺命令しますよ業務命令来いって、宣伝になりますよ、はい、あの宣伝します、見てないから宣伝します、新宿で特撮バーやってる人がいますんでぜひ来てください来てくださいってどっちに、お店に、あ両方、うん、なんか、はい、鉄泊でなんか盗まれたんだ、あなんか、ね、えマジですか、そうだよね、うん、で展示中止になるかもみたいな、うん、えまあ全然知らないそうなんですよ、なんかプレートね、うん、あと上にこう かけられているサボですか、うん、あれ全部盗まれたんですか、うん、うわマジか、うん、ちょっぱったやつが出たってちょっぱったって行く気満々だったんですけど、あもう一部展示は中止になって、じゃあ中止、うちも中止俺はニュースになりましたよね、あマジですか、じゃあ調べます、へえー、マジか、新年早々ね、うん、いろいろニュースがね、マジっすか、へえー、そうです、大和です、これから病院行ってきます、行ってらっしゃいませ、行ってらっしゃいませ、はい、気をつけてね、あんまり低く飛ぶとロックオンされるから、うん何が分かんない俺マジで今よく分かんなかった、ね、俺もよく分かんなかった357走るときは前に走ってるバイクに気をつけ、そうそうそう、それはありますひどいね、あれね、死ぬ、そうそうそう、すごいよね、うんね、居眠りでなんか突っ込んじゃったんでしょ、そうで突っ込んで気づいたんでしょ、そうおっと、え、なんだいって、お、ぶつけちゃったっつって言って引きずったんでしょ、そうそうそう、すごいっすよね、うん、蛇行して、うん、あれ落とすなんて絶対引きずってんの分かったよね、分かった絶対分かってる、だから新年の事故はあれとフェラーリでしょ、フェラーリ年末かな、でもねフェラーリぶつけたって言うけどトラックぶつけた方が金はすげえいやけどあのフェラーリはアホだなって、アホだと思う、こう言ってこう言ったよね、発散、うん、とこでしょ、そう多分あの赤いやつはこう行けばこっちがブレーキ踏むと思ったんだろうね、やらかしましたね、あとあれですね、白の
アクア、アクア、あの山、東北道の山、そうそうそう、岩手のやつ、青森ナンバー、あの子供乗せてまーすって車を煽りまくって動画で乗せられて捕まるっていう、降りてなんかヘッドライトが蹴ったらしいですよね、そいつ51歳。そう、なんでやるんですかね、最近はドラレコ多いから気をつけないといけないですけど、結構いますよ、俺も走っててうち荷物満載とか走ってるじゃないですか、結構煽られますよ、前普通にね、言いましたけどね、スーパーの駐車場で喧嘩に巻き込まれました、巻き込まれたっていうか自分から首突っ込みまして、あ、面白そうだから、本当に車出るの邪魔だったんですよ、邪魔っつって言って言ったら、なんだお前のその態度は、俺はドライブレコーダーで撮ってるって言うから、知らねえよ、おめえの態度も撮ってんだろみたいなことを言ったらしたら、なんだお前のその態度はみたいな感じになって言ってきたから、いや、いい車乗ってんね、いたずらされないように気をつけなって言ったら、脅迫だって言われたんですよ、今のは脅迫だ、警察呼ぶって言うから、呼んでください、何が脅迫なんだ、呼べよっていう話になりまして、でなんかすごいんですよ、で俺は全部ドライブレコーダーに撮ってるって言われて、だからっていう感じになって、お前のも撮ってるだろみたいな言ったら、そうです、俺は江戸っ子だから口が悪いのは当たり前で、お前らが悪いのはおかしいって言うんですよ。はあ、随分ファンキーな理由だろって思って、ああで嫁みたいなのが出てきて、ああまあまあみたいに止めんのかなと思って、まあまあでもあんたの言い方も悪いよねって、火に油を注いでくるから、あ、これもう無理だなと思って、ああじゃあ警察呼べこの野郎って言って、で警官が来て、警官が来たら余計強気になっちゃって、うん、俺は悪くねえ、こいつら謝らせるっつって言って、でもう一人のお父さんが謝ったの、うん、すいませんでしたってことを収めるため、うん、そしたら、うん、俺は人を見てれば分かるんだ、お前は心から謝ってないとかずっと言い出して、めんどくせえめんどくせえと思ったから、隣の周りに俺が蹴っ飛ばすから終わりにしようぜって言って俺が蹴っ飛ばすから暴行でいいからってそれで終わりにしようぜって言ったら、ね、それはダメだから本当にってめんどくさいけど楽しそうこれはねっつって言って、もうお父さんと娘が謝ってんのに、うん、娘に対してババアてめえ突っ込んだろうとかね最初から言ってたから、うんうんうん、もう鬱陶しいなと思って、うん、それを言ったんですよ、ずいぶんいい車乗ってんねいたずらされないように気をつけられねっつって言って、言ったら、なんだお前脅迫だっつって言って、そんなことねえよっつって言ったら、この人に言ったら、この人、俺だったら脅迫だって言うなそっちっすか、脅迫だよ、何が悪いんだよてこさん、ね、これ真面目に思うんですよ、そんな車ね、乗ってね、しかもこれ会社の車でドライレコ積んでるみたいなこと言ってるんですよ、お前会社の車に嫁連れ乗せて買い物に行って、それで喧嘩して会社何も言わねえのかとかと思うもう、ね、まず思うんだけど、それを自信満々に言えるお前すげえなと思って、で結局おまわり呼ぶって言って、警官呼んだ、ああだこうだって話をさっきの通りしたんですよ、1時間ぐらいね、さ警官同士がこそこそ話してて、多分この人僕前にも当たりました、違うところで同じように文句言われる常連さんだから言っちゃった、常連かいっつって馴染みかいっつって馴染みかいようやってるみたいな感じだったんです、いいな、そしたら、いやそれには入ってこないでお兄さんみたいな感じで断られて、そうかいっつって言って、楽しそうだからマジでくんねえかなって言ったんだけどどこで本当に近所のスーパー、マジですか、本当にやばかったね、楽しそうだな、このちょっと気が触れた人はと思って、楽しそうだな、俺のね仕事の車も軽だからさ、でやっぱ高速走ることの方が多いじゃん、まあ、結構煽られるよ、当たり前のように、邪魔者扱いじゃないけどさ、こっちだって全開で走ってんだこれでっていう話なんだけどさ、東北やっぱね、東北道の、福島からこう宮城までの間ぐらいかな、結構多かったの、ワンワンこう煽られて、相沢さんは今日白いベンツに割り込みされて衝突しそうになったそうです危ね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 、そうだからワンワン煽られて、ああもうどうしようっていうか、でそう言われたのよ一回、もしあの透明みたいに、あの事故みたいに止められて、相手が降りてきたらどうすんだいって、
会社の人にも言われたの、うん、そういう時日比野さんどうします？いやだって俺らの車薬剤積んでんじゃん、うん、かけちゃえばいいじゃん害虫みたいなもんなんだからかけちゃいなよ、言うやっちゃいなよ、言うやっちゃいなよ正解だってそんなところで止められちゃってんだもん、こっちも、もうとにかくさっさと終わらせてさっさと動かないと危ねえもんよっつってさ、そういう時はもうやっちゃいなよ。俺でもあったあった、外観で前入られて降りろこの野郎って言うから、おーっつって言ったらそいつが降りてったからじゃあねえこの人の株を借りてるじゃないですか、はい、随分前の話だけど、ベンツに煽られて、幅寄せとかバンバンされて、危なかったの本当に。で、もう要はからかってんだよね完全に、分かってんのよこっちも、でももう危ないから追い抜くか引き下がるかだったんだけど、とりあえず危ないから引き下がったの、でもこいつらさわざとゆっくり走って、俺に合わせてでちょい外にずれたから行こうかなと思うと、まだ寄ってくるわけ、完全に遊ばれてたから、めんどくさいけどもういっかと思って、信号で止まるじゃんか、止まって、こっち側に、外側に、真ん中の車線の方に出てからの運転席のミラーをバーンと蹴っ飛ばしてザーッと走ってバイクだからすぐ横に入って逃げてっていうね、もうずっと後ろでクラクション鳴らしてバー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 とかってその話大丈夫ですかもう事故だ事故。結構俺も毎日目黒通り走ってるんですよ、うん、中途半端な高級車ほどアホな走りする。そう、あのね今日もあったけど、レクサスとかさプリウスとかさ、なんぼのもんじゃいって話でさ、中途半端なやつほど運転が下手なの。下手なの。下手なくせに左車線走ってバスがいるから横入無理やり入ってきてっていうのがいるから、なんだこいつと思って行ったら行き先同じで俺トラックじゃんですね、降りた瞬間におめえなんだそれって言ったら、すいませんでしたって一緒に言われて、じゃあやんなよって終わるっていうのは普通になりますよね、うん、もうだからさ、まあいいよ、キャップ譲ってぶつけてもめんどくさいし、うん、高級車なんでしょ、うん、ね、まあ、めんどくさいしと思って譲るじゃんか、はい、譲ってもらったらさ手を挙げるなりクラクション鳴らすなりさ、そうすりゃいいのに、さも当たり前なのにみたいなから物ぶつけたくなるんだよ。そうそう、てかはっきり言ってお前高級車でしょ、俺もっと高級車だからでも当たり前なんじゃないですかその人たちからしたらトラックと積み荷を考えたらお前の車3台買えるぞっての平気でありますからね。ほんとね、何考えてんだか分かんないよね、腹が立ってしょうがないやつら、譲ってもらったらありがとうっていう教育はしようよっていうのがありますね、手あげるぐらいはできるでしょっていう、ハザードタクとかね、せめてねそのぐらいはしてほしいよね、結構決まって中途半端な高級車なんですよ、ほんとね、さも当たり前のイライラしてくる、思い出しちゃった、いろいろありますね。プリウス今走ってますからね、プリウスは多いですね、昔のカローラと一緒でしょ。そうそうそう。ああそうだね。だからもう諦めてます。だからいいドライバーもプリウス乗っていいドライバーいますよ、うん。いるんだけど、一部のプリウスのドライバーがそういうことするとプリウスがってなっちゃうんですよ。だって今は分かんないけど、昔は相澤さん知ってるかな、今日のプリウスってツイッターに載ってましたよね。あ、載ってた。そう、うん。今日はこんなファンキーなプリウスがいましたみたいな、あの俺の中でビジマデー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 今日のデー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 なんですよね、あのめちゃくちゃな運転してたのがまたプリウスで、こんなプリウスでしたみたいな、今日のプリウスみたいな、ありましたね、今のあったあったあった、今減りましたかね、減りましたね、だいぶ減りましたね、一時期今日のプリウスは、はい、まあでも本当プリウスうぜえバンニンじゃないですけど ね、まあ、ね、あと悪い方が目立っちゃいますけど、ね、あと子供はチャイルドシートに乗せましょうっていう、そうですね、すごい多いんすよ、俺目線高いじゃないですか普段運転してる車が、なんで見ると子供を抱っこしたまま助手席いるんですよ、え別にそれ本当はダメですよ、アウトだよ、ダメだけどまだ可愛くないですか、普通にさ
ね、運転席で抱っこしてる人いますよ。あれもう超アウト。アウト。あのさ、あと後ろで子供が立ってこうやって前に乗り出す。あれ超アウト。あれいやザラにいるでしょ。あれ子供エアバッグっすよね。いやっていうか子供やられて自分助かるみたいな感じなんすか、うん、みたいな感じですよね。おまわり、あの携帯取り締まるより前にそいつらも取り締まれと思いますよ。本当踏切事故プリウス多い説踏切事故ね。ね、踏切越えて曲がろうとしたら踏切曲がっちゃって電車とぶつかっちゃったしてたんですよねおじいちゃんね、新年早々、あの新年早々ね、おしゃれおしゃれだわ。踏切の先曲がろうとしたんだって勘違いして踏切曲がっちゃったんだ。線路走っちゃって、はい、スタンドバイミーやってガチャーンってローリポップローリポップってやつ残念。まあ本当にね、今日喋るネタを特に決めてなかったですからね。ここで盛り上がるとアジアカップも始まるけど、アジアカップのことも大して興味ないし。アジアカップってなんすか。だって中島くんは怪我しちゃったからダメなんでしょ、うん、もうその時点で半減じゃん。っていうか各県のリーグがすごいことになってますね今ね。ああカレン・ロバートが、カレンなんだっけ、ロバート、カレン・ロバートはもともと自分の作ったチームだったんですよ。ロバス、そうそうそう、うん、カレン・ロバートが作ったチームから自分であの海外のリーグに移籍してて、そこのリーグを辞めたんで帰ってきて、あ、戻ってきますみたいな感じなんですか。自分のチームに戻りますって言って、でそれが千葉県の一部 で今度ホームグラウンドを木更津に決めましたと。で木更津のチームって言って、会長杯の話ってあんま興味ねえんだよな会長杯なあとなんか平方に駒野、そうそうそう、あ駒野じゃない、野沢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 、駒野は今治、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 そう、あそう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 、え、でも平方ってどこのリーグなんですか。関西、関西、うん、関西、関西リーグだから J5 部相当、ね、5部相当、あちょっと上なんですね。はい、関西一部ですね。どこ基準にちょっと上なんですねって言ってうちら県一部、県一部だから上なんですね。そうです。戦うこともないですよね。ないですね。ないですね。ないですね。いや、わかんないです。見ようとしたんですよ。あ、わかんないです、わかんないです。マジで当たる可能性あります。あ、あるんですか。はい、ゼロじゃないです、ゼロです。はい。前車で当たるでしょ。ああ、前車ね。前車だったら可能性ゼロじゃない。前車はありますね。俺見ようとしたらサーバーダウンして見れなかったんですよ、平方の。前車か。懐かしい響きだ。で、南葛の監督が、あ、なんか変わったんだっけ、はあ、福西になりましたね。が南葛の監督、南葛の監督になりましたね。あれは監督兼選手じゃないですか。監督なんじゃないですか。専属なんですか、うん、代打俺、自分の体力がやべえなっていう。でもねえ、だったらうちの監督の方がまだ動けんじゃねえの。うん、動けますね出ちゃダメってみんなに言われてるけどでも動けるなっていう、まだ全然動ける、戦術も分かってるなっていうということで2019年ということで、はい、来年東京オリンピックということで、はい、今年プレミア中に、はい、野球の方はそうですね、あですね、ですね、プレミア中にで負けたら稲葉どうなる説が、はい、今負けても稲葉は大丈夫なんじゃないのかい。いやダメなのか、いや微妙らしいですよ、ないらしいっすよ、うん、あとこもいっぱいいますからね。まあまあそれ言われるとそうだけど、うん、別にこのまんまでいいと思うんだけどな。大落合っていう話が、あどうなのそれって彼は日の丸の監督なの。知らない。あれはいやでも面白いのは、落合が監督になって原が出すのか出さないのかっていう、あ出さない方に100点ですな、うん、ですよね。そうだと思います、うん、ってことはじゃあ菅野は出ないと、出ないで、ね、出ないですね。そうなった時にはね出さないです。そうじゃなければ菅野エースでしょうけどね、ですけどね、はい、間違いなく出さないでしょうね。菅野は出さないでしょうな、出さないでしょうねいや年末にほらそういう特番をやってたわけですよ。あ、そうなの、はい、知ってます。毎年年末にやってて、今年も去年の末もやってて、中居正広が出てるやつで、俺ベストナインみたいな感じですよね。あのドラフトやって、はい、やってますよね。石川、はい、ヤクルトの石川と、はい、あと内川と、うん、内川、はい、あと秋山、
はい、セブロン、はい、であと中井がドラフトをやって選手を取ってって、はい、競合した場合は抽選っていうのをやっていて、石川のチームが良かったんですよ結局。あの野球ファン100人に聞きましたみたいな、どの誰が作ったじゃなくてどのチームがいいじゃないですかっていうふうなのをやった時に、1位が石川のチームだったんですけど、石川が組んだ打順っていうのが二塁打が打てる選手を揃えましたと。いいっすね。もちろんホームランもあるんですけど、自分が投げてて嫌なのは二塁打二塁打でランナーが残り続けてる方が嫌なので、気分的に嫌なんですねっていうのを揃えましたみたいな。わかる、すごくわかる。なるほど。でね、ピッチャーがね、はい、誰が指名されたんだけど、菅野、菅野、はい、岸、はい、大瀬良、はい、でね、あともう一人が最後誰取ったんだっけな、あのね、菅野でね3球団抽選になったんですよ。で引いたんですよね。そうで、秋山が岸を一本釣りしたんですよ。へー。で石川 が菅野を引き当て、はい、で中井と内川が大瀬良でまた競合して、で内川が大瀬良引き当てて面白い、それ面白かったですよ、あの番組は。本当にうちもそれやりますか。やりましょう。いや、だから違う、それね、本当ね、提案しようかと思ったんですけど、ちょっと情報が少ないなと思って、うん、中井が選手名鑑見ながら、うん、あ、そうだ、中井が松坂指名したんだよね。もうそう、大和が言ってるけど、あれ面白かったよね、大和ね。うん、そう、やっぱり山田哲人とか、一巡目で山田哲人と柳田とかが取られていくんですよ、当然のごとく。まあそうでしょうね。でもセカンド被るんだよね。そう、セカンドとかはね、いつ取るかとかでね、あれしてた。うん、うん、でもやっぱ一番最初ピッチャーだよね。ピッチャーはね、一番最後に取るって話になって。ああ、それはそうなるのか。あの野手の指名が全部終わってからピッチャーで始まるんだ。野手が先。野手一番最初に誰取ります。難しいね、それね。そうだから、それが好みが分かれるって言ってて、うん、だから柳田っていう、 もう4番の主軸を取るのか、山田哲人っていう、はい、あの核弾頭を取るのか、はい、うん、むずいね。やっぱそっち違うじゃないですか。ああ、やっぱそうですよね。で、1位指名で絶対取りたいキャッチャーって今いないじゃないですか、そこまで。逃したくないキャッチャーって。ぶっちゃけて言っちゃえば。そうですね。昔だったら古田がいた頃って、古田が1位指名で被る可能性が十分あったと思うんですよ。けど今はそれがなくて、いないね。キャッチャーの指名は本当みんな悩んでましたよ。そうだろうな。相澤翼。相澤は取られてた。ですよね。うん、秋山が取ってましたね。はい、打てるし、ある程度は守れる、うん、でね、やっぱ森が一番人気で、キャッチャーは森と相澤が、はあ、先に取られ、守備重視でいくと石原、あでね、面白かったのが中井がキャッチャーを全然取れなくて、はあ、最後に中井が、はい、安倍晋之助をキャッチャーで指名して、あ、そしたら内川が安倍晋之助をファーストで指名して、かぶるんだ、そこで。ああ、なるほどね。で、結局中井が勝ったんですよ。うん、で、最後、さっき言った通りピッチャーになって、菅野で抽選になった時に、菅野は誰に対して投げたいんですかね、菅野は絶対安倍じゃないですかねって言ったら、選手たちから、だったら小林じゃないですか。2018年のベストバッテリーは小林ですけどみたいな、中井が何も言えなくなっちゃうみたいな。相澤さん、細川ですか。細川あのね、キャッチャーってやっぱ専門職じゃんか、はい、だから俺の場合は、はい、打にそんなに重きは置かない、なくてリード重視、リード重視、石原っすね、戦術重視っていう、うん、いや、そう考えても新之助がキャッチャーできる体力があるなら新之助が一番いいかもしれないですね。守備を考えてもね、
全盛期の新之助だったら新之助ですね。もうあれ今の選手でね浮かんでこないんだよ。そうなのよ。もう今胃の一番で浮かんだの。そうね、甲斐キャノンね。ああ甲斐キャノンね。でも肩だけじゃん。うん、そうなのよ。いやいや甲斐あのリアル野球盤で打ってた打ってた。あれ見ました見ました。ホームラン打ってましたもんね。ホームラン打ってた。あれ俺胃の一番で今さっき浮かんだのは的場なんだよね。まあ的場ね。的場ね。わかります。打てないけど。俺は石原なんですよ、うん、やっぱりこれやってみたいですね、シーズンが始まる前にね。やりましょう、ね、来月やります。相澤さんどうですか、やりに来ますか。行きましょう。野球好き集まれ、ね、はい。だもんで 来月あたりにじゃあ別にやるんならやってみてもいいですよ。じゃあ1ヶ月真剣にオーダー考えます。そうなんですよ、新之助ね保守復帰するんですよ。ですよ、うん、明言したんですよ保守復帰を今年 ね原監督のもとでも無理だと思うよ。だから1年持たなくていいんですよ、うん、その年だけ小林が成長すればで、ね、銀ちゃんが入ったでしょ、うん、っていうか宇佐美とかかわいそうじゃないですか。あそこはほらもうみんなかわいそう。相澤さんがやりたいって言ってますね。じゃあやりましょう、やりましょう。これねあの銀ちゃんが入った時瞬間にあの原さんが第一保守は銀ちゃんみたいな感じになっちゃってるじゃないですか、うんうん、で内海が人的保障、うん、ていうか人的保障うち決まってないんですよまだ。ああまだギリギリミスありますからね、うん、この間ドームシティ行ってショップ行ったら背番号変わるんじゃないですか。でも他の選手も変わるけど慎吾だけ 50% 引きっておかしくねっていう保守で引退したいんでしょうね、新之助。そうですね。そうですね。それはありますね。もう相澤さん、細川って書いてるけど、細川はロッテに入りましたね。そうですね。そうなんですね。細川は。ロッテの補強はこれだけなんか、ドラフトで1位でほら、藤原が取れて、はい、なんかそれでお腹いっぱいになってるような感じになってますけど。ロッテね、唯一指名されてたのがね、中村でしたね。中村？ああ。あ、違う。アジアも指名された。アジア、井上。最後、うん、何何読売。阿部、隅谷、小林、宇佐美、大城。大城。大城よりもったいないですね。もったいないね。そういうチームじゃん。はい、昔から。うちもキャッチャー多いんだよな。だからロッテね。補強。今日はサッカー好きな人たちが多分、なんだその花。ローカルサッカー好きな人たちがなんでその会話ってなっちゃいますね。この野球のこんだけの話は。じゃあサッカーの話します。 しょうがないんですよ、うん、両方好きだから、うん、マニア両方ともマニアックなんで。マニアックなんで。マニアックなんで。でもやっぱ山田哲人取りたいですよね。山田哲人取ると菊池が取れないっていうのがあるんですよ。いや菊池は1位指名じゃ入ってこなかったですよ。でやっぱりそうなんですよね、うん、守備だけなんで取るだろうね。山田哲人何番に置きます。山田哲人ですか、はい、僕ですか。1番ですよね。です。1番哲人と3番丸とかが僕はいいかなって感じなんですよね。あ本当はね、うん、3番に左置きたいんですよ。うん、そうですね、正直、うん、左 あの中距離バッターを俺は置きたいんですね。長距離バッターじゃなくていいんで、うんうん、そうなんですよ。テストをセカンドにするとショートを誰にするかで悩むんですよ。ああの東京オリンピックの決勝想定なんで、はいはい、DH ありです。あだからテストは最悪、DH、テストは DH もありって言ってました。菊池が取れたらテスト DH ありでしょう。あ菊池が取れたら DH テストでしょうね。ね十分考えられるでしょう、はい、ショートは強打ね、鈴木誠也ね、鈴木誠也も人気。誠也はでも外野の一角は欲しいな。山田2番で使いたい。おー山田2番はもったいない。2番はもったいないな。もう山田哲人はだからね1番ライト真由美みたいなもんだね。はい柳田をね4番に置くとなると3、4左になるときついからね。柳田ね俺6番。いや6番あたり中田翔置きたいんですよ。あ一発あるかもしれねえぞっていう。
ね、アジャとかもでもいいんですけど、うん、一番平田とかそうです。平田は俺だったら後ろ使うな。ダメ、8とか9でいい、うん、いやー、一番やっぱね、4番がね、山川とかね、うーん、あのホームランか三振かタイプなんですよ、4番は俺の中では。うん、分からんでもないんだけど、俺ね、そんなに長距離に重きは置いてないのよ。つなぐってやつですか。うん、うん、それも分かるんですけど、やっぱ4番は花が欲しいんですよ。あー、そうなんだろうね。だから1番は秋山。分かる、それも分かる。秋山翔吾、秋山1番、山田2番、山田2番面白いですね。ガチだな、山田3番丸ガチだな。ハムの近藤健介いいっすよね。近藤健介は好き、いいっすね。近藤健介は好き、いいと思います。近藤健介は、近藤健介は守れないから DH あいつはハムの近藤健介ね、人気でしたよ、うん、やっぱね、あとね、セカンドがいないとかって話になってました。セカンドは各チーム当然いるんですけど、うん、じゃあ代表で使いたいクラスってなると菊池になっちゃうんですよね。菊池になっちゃうんですよ、守備で。テストになっちゃうんですよね。で、菊池を8番が中で置いとこうですよ、うん、まあそうなるんだろうな、うん、そうなんですよ。だから森でキャッチャーで7番ぐらいとかってのはありですよね。うんうんうん、いいんじゃない、ね、ありだね。いや、これバランスなんですよね。バランスだね。そう、 DH 使えるっていうの大きいですね。そうなんですよ、これね、過去の選手も入れちゃうってなると本当好みになっちゃうんで。過去はね、もう入れらんない。今過去ってどこまでの過去ですかそれはその前にちょっと番組でやったんですよ、はい、なんか1万人がやってました、ね、選ぶレジェンドみたいなので、はいはい、トップ10にまだ沢村栄治が入ってましたね。あマジっすか。あ、俺は5位以内に絶対に入るって言ってたんだけど、沢村栄治は。あれをね、超える選手はいないですね。王、長嶋は絶対ワンツーとかそっちで入ってくると思ってて、あと松井。松井。なんで松井。だから世代。世代でなんだね。世代。世代。若い人たちはやっぱ松井なんですよ。そうなんだね。まあそうなんだろうね。あと金田が入ってたでしょ。金田、うん、まあ、まあそうなんだろうね。あ、違う。あとノムさんか。ノムさんが3位か。キヌガサが津田とキヌガサが低かったかなっていう。ちょっと低かったですね。津田は低かったかな。津田は低すぎたね。うん、あれはショックだったな。うちらの世代にしてみればやっぱりうおーってなる選手なんだけど。はあ、そうなんです。さっき言ったね、世代なんだろうね、だから。はあ、世代だ。岡田入ってなかったよね。岡田って？あ、キヌ。5番岡田。5番岡田、うん、あ、入ってなかったね。ランディと掛布だね。岡田のバックスクリーンはちょっとずれてましたよっていうセンターじゃねえぞっていう。じゃあ掛布でしょそれ。あ、掛布でしたっけ。うん、掛布だけがちょっとずれてましたよねっていう。そうそう、バックスクリーンには入ってませんっていう、はい、それをなぜかバックスクリーン3連発って言われてるんですけど、はい、っていうね。いやー、ハムもいい選手多いんですよね、うん、地味にはね、うん、ウィンタースとかですか。いやいや、日本人じゃなきゃダメだから東京オリンピックの決勝を戦う選手をっていう。レジェンドだとね、前田ね。そう、うん、前田は絶対そうです。前田は天才です。怪我されなければ。やっぱね、過去の選手たちになると王、長嶋って主軸なんすかね。やっぱね、王は軸だね。うん、3番4番。あー、そこ微妙なんだな。俺は4番っすね。あー、そう。俺はやっぱ3番になっちゃうよね。4番ファースト王なんですよ、俺の中で。3番王、4番長嶋でしょ、うん、長嶋どっちかっていうと、ON を使うんだったらそうなる。NO じゃないんだよね、ON なんだよね、やっぱり。俺は4番ファースト王のイメージなんですよ、やっぱり。まあそう、うん、でも前田智則、柳田とかいるんですよ。前田智則をね、それで入れちゃうと外野の枠が足らなくなっちゃう。そうなんですよ、外野多いんですよ福本も入れたいですし、一郎も入らないんですよ。そうそう、はい、そうね、一郎までいいっす、俺は。いや、やっぱ一郎がライト前ヒットを一塁ランナーを三塁で止めてくれるって超でかいと思うんですが、もう守備の面ですね。そう、
なんて話したらあと5分なんですけど、本当だね、前田智則は絶対に天才、あれは天才あと個人的に新庄入れたいかな、俺個人的に山崎隆三入れたいですあのねガチが来たぞ、おい、何すか、あ1番ライト1番ライト秋山、うん、2番がディエジだな、これ山田哲人、3番がセンター柳田、4番レフト筒香、5番ファースト中田、6番キャッチャー森、7番ショート坂本、8番サード宮崎、9番セカンド菊池。ガチだな。ガチだな。ガチだな。俺宮崎を2番に入れたい。わかる。宮崎は2番に入れたい。1番山田、2番宮崎だろ。そう、それ一番面白い。で3番筒香だろ。丸がいない、筒香と柳田逆じゃねえか、うん、宮崎だったら、うん、これね、前田智則好きって相澤さんね、これね好み分かれるんですよ、はい、俺も大好きなんですよ、はい、大好きっす、前田智則は大好きです。2番宮崎ありですね、ありだよ、ありです。てか2番山田テストがもったいない、はい、俺の中だね。ただ2番バッター最強説もあるのを承知だから、それはそれで構わないと思ってる、うん、で宮崎タイプですると宮崎でね、3番柳田、4番筒香、左はちょっときつい気がする、はい、うん、ちょっともったいない、いやだいぶもったいない、4番に中田翔ならしっくりくる、うん、いやーこれもそれもね悪くないんですよ、落ち着く中田翔が、じゃあそんなに、まあ、成績的には見劣りするかもしれないけど、じゃあダメかって言ったらダメではないと思うんですよ、4番に打つ存在感としては、まあ、このメンバーでだよ、今言ったそのメンバーで、まあそうですね、柳田3番5番筒香で、私ならこのメンバーなら4番坂本ですかね。あー俺1番坂本もありなんですよ俺の中で、うん、いやけどねやっぱ1番山田なんですよ、山田の方が絶対面白いな、俺は秋山翔吾なんですよ、あのね、1番山田、うん、2番坂本ならまだ納得します。秋山9番でもいいな俺、だ分かる、あ1につなげる、ね、1につなげるタイプ分かる、菊池が8だね、そうそうすると3番山田になるんだよ、順番打順で、あそれならいいや、それならいい、それならいい、山田はね5じゃない、うん、3マニアック、いやーこれあと3分なんですけどていうかサッカーの番組じゃないですか、サッカーの番組ではないんですよ、何でも別にいいですけど、雑談の番組なんで、はいはい、いやこれ次回やってみます、やってみましょうか、ということで相澤さん次回、はい、よろしくお願いします。2月が2日です、はい、2月2日です、開けといてください、はい、あれ巨人の4番って誰でしたっけ、岡本、あ岡本、岡本ですね、あら岡本の期待ですね、育つでしょう、多分育ててほしいです、うん、せっかくのね、はい、久しぶりの大砲君ですから、丸2番で使うって言ってましたね、どうでもいいんじゃないですか、もうどうでもいいや、でも悪くないと思いますよそれ俺人的保障誰が来るかで、そっちの方が楽しみです、ね、楽しみです、石川慎吾来てください、一応か石川慎吾か池田、左のどうせあれ宇都宮君もこれん鈴木大地入んないのね、でもね鈴木大地ってあロッテ、うん、あのバサロじゃないですよ、あれは入らないだろ、大地はないなない、うん、おおって相澤さんが個人的に入れだったら、個人的には入れたいです、いや個人的に入れたいのはしした私はあの荻野貴司を、荻野ですか、駆け抜け個人的には松山入れたいですよ俺、松山ね、はい、ああもう1分ですよ、はい、どうしましょう、ね、いや全然、はい、次は2月の2日、トーク何も今日全然考えてないと思ったら、はい、野球でやっぱ持ちましたね、持ちますね、持っちゃうんですよ、なんだかんだ足りないですもん、これね本当来年があの東京オリンピックなんで、はい、それのメンバーが今年決まっていくはずなんですよね、うん、やりましょう、プレミア12があるんで、はい、さあ、あと30秒です。はい、というわけで来年は野球と来週 来月は野球特集。野球特集ね。ドラフト会議。ドラフトじゃなくて、まあ、とりあえず
あんまりオーダー決めましょう。オーダー決めようか。はい、殴り合いありの。好みの、はい、好みのね。はい、はい、じゃあ次は2月の2日に終わりいたしましょう。あ、特訓来なかったね。間に合わなかった。はい、はい、というわけで、はい、また来月を。ありがとうございました。